下山静香は、日本のクラシック音楽のピアニスト、群馬県気流市出身、東方女子高等学校音楽科、東方学園大学音楽学部卒業。1995年、津田ホールにて、リサイタルデビュー。1999年、文化庁派遣芸術家在外研修院として、スペインへ渡る。マドリード、バルセロナで研鑽。ロドリーゴ生誕100年を記念し、 マドリード、アランフェス、バルセロナでリサイタルを行ったほか、カルメン・リナレスが歌い手として参加した、恋は魔術師初版バージョン演奏会に参加。2003年、帰国。2004年、講演会グラシアが発足。会長は、子、ミキムツ子。副会長は二代目、西崎みどり。2015年、下山静香と巡るスペイン音楽と美術の旅。 ツアーシリーズがスタート。2017年、クラウドファンディングにより、スペインにおける演奏会ライブ CDDVD の収録、制作を実現。レコード芸術史で、自身通算4枚目の特選版に選出される、東京芸術大学、東京大学、慶應義塾大学、上智大学、京都外国語大学にて、スペインラテンアメリカ音楽のレクチャーコンサートや講座を、 行ったほか、朝日カルジャーセンター、湘南教室でも不定期で、レクチャーコンサート形式の講座を受け持っている。東方学園音楽学部、東京大学教養学部にて非常勤講師を務める。NPO 法人、JML 音楽研究所で、スペイン音楽ピアノ演奏講座を開講中。 日本スペインピアノ音楽学会の立ち上げメンバー、2017年度より副会長。室内楽、二重奏での活動も多く、弦楽器、管楽器、アコーディオン、バンドネオンなどと共演のほか、スペイン舞踊の岡田雅美、日本舞踊の小野恵澄幸、朗読の村上忍など他ジャンルとのコラボレーションも行っている。スペイン、ラテンアメリカ、イギリスの音楽に関する協調。 週刊読書人、図書新聞、月刊持ち星での書評、情報誌、アキューダクトでの音楽エッセイシリーズなど、執筆分野でも活動。谷口二郎、花輪一、辰巳義弘、東秀夫などの日本漫画のスペイン語版を協約。ありがとうございます。